横文字連発で日本大混乱、コロナと同時に拡大した新カタカナ辞典っていうことなんで、そういう記事がプレジデントに出てるわけなんですけど、もう記事は記事で見てもらったらいいことで、私がやりたいのは、ここに出てくる単語のアクセントを書いておこうということだけです。ということで、まあ順番に読んでいきます。テロップで音調は書いておきます。そしたら、オーバーシュート、オーバーシュート、ロックダウン、ロックダウン、クラスター、クラスター、アウトブレイク、アウトブレイク、エンデミック、エンデミック、エピデミック、エピデミック、パンデミック、パンデミック、インフォデミック、インフォデミック、ゾーニング、ゾーニング、エピカーブ、エピカーブ、WHO、WHO、COVID-19、COVID-19、かな表記がウニ点々になってたけれど、ビとしか言わんやろうと思いながら。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス、テレワーク、テレワーク、リモートワーク、リモートワーク、ベーシックインカム、ベーシックインカム、コロナ禍、コロナ禍、ズーム、ズーム、おんのみ、おんのみ、これやりたくない。なんかこれ違う。アクセントの話じゃなくて、なんか好きじゃないっていうだけ。最後の部分だけ好きです。福沢諭吉がサイエンスを実学と訳したようにってあるんですけど、まあ近代の時に散々日本人が日本語で分かるようにって言って外来語を、漢語に置き換えて必死に訳した努力っていうのがないなっていうのがものすごく気持ち悪いと。まあある程度外来語がゼロになるとは思えへんねやけれども、もうちょい減らへんもんかなと思ってるだけです。以上です。